チャオ、あっちゃんです。今日8月の1日水曜日、あっちゃん家のお昼ご飯やねんけども、ね、またね、子供の友達が遊びに来るっていうことなんで、で、なんかね、お弁当買ってくる言って、で、子供の分も今日買ってくるって言ってね、で、あっちゃんの栄養って言ったら、あっちゃんの分何かって言ってくれたんだけども、いいよいいよって、遠慮すんな言うて、おいで言うてんけど、いつも、お世話になってるから言うてからね、いい言って。で、まあ子供の分だけ買ってきてくれるみたいなんで、一緒にお弁当食べて楽しもういうことなんでね、そういうね、楽しみもあると思うんで、あっちゃん一人で、お昼ご飯やねんけど、まだ来てないね。今子供をね、その準備したり、自分の部屋戻って遊ん、なんかしてんねんけども、1時ぐらいに来るって。今12時30分だったとこやねんけど、あっちゃんちょっとそんなにお腹も減ってないし、ちょっと今日はね、胃の方を休めようと思って。これ、何も食べへんのもあれなんで、マルチビタミンゼリー。11種類のビタミンが補給できるっていうマルチビタミンゼリーを食べながら、ちょっとあっちゃんお昼過ごしたいと思います。だから1時はもう2、30分したら来ると思うね。でコンビニ寄って、なんか子供の分買ってくるから。気使わんでもええのにね。はい。いうことなんで、ちょっとあっちゃんはこれでお昼食べる。いつもお世話になってるから、って。買っていくって言うから、あっちゃんでも買っていくからいいよ。だね、高校生、気使わせたらあかんもんね。でも優しい子やわ、やっぱり。うちの子がね、優しくていい子やんか。だからいいお友達がいてんね、やっぱり。下は下で明日どっか行く時の、だからね、夏休みあんまりね、そういう交流はないから、交流がやっぱ今までたっちゃんの時も子供の頃ね、夏休みって言ったらなかなか連絡取れへんかった、遊びに行ったり、学校におったらね、明日今日行くとか言って言うけど、夏休みになったらわざわざ電話してくれてくるの。今はLINE とかあるから個別に連絡してくるみたいで、おっちゃんの頃は夏休み入るとね、連絡手段がなかった、わざわざ家電話するか、もう突発で来るしかなかったから。昔はね、市民プールがあった、県民プールがあったんで、無料開放で県民プール、県の市営の県営プールがあったん。今そこなくなったんで、ちょっといろいろあって、水質の問題とかで問題一回出て閉鎖になったり、で、事故、怪我とかの問題があったり、で、やっぱり無料開放すんねんね、県民は。で、県民っていうかもうお金取ってなかったんよね。ね、だから、結構あっちゃん子供の頃はよく行ってたん。やっぱり学校のプール開放日は行って、で、学校プール開放なかった県民プール行って、ほぼ毎日プール行ってたの、プール大好きで。県民プール行く途中で、事故で亡くなった子もってね、道渡るときにね、みんな待って、なのか、そうか、地盤沈下とも言ってたけどね、プール自体がダメになって、閉鎖になって、もう今そこ駐車場になって、県営のプールがなくなったんね。で、今、市に合併になったから、市営のプールがあんねん。市営のプールは、1年中やってんねん。ゴミの処理場の熱で、温水にして、室内プールがあんねんね。それ、うちじゃなく、うちってこと、太田じゃなく、灰原へて、隣町、バスでね、15分から20分くらいかかって、駅まで行って、そっからまた、山行きの方、山っていうかね、針とか行きのバス乗って、プール行かないから結構遠いねんね。だからあんまり行かなくなって、子供だけで行かれへんって。で、親が送り迎えしたから、そこは料金いんのかいらんのか知らんねんけどね、行ったことないねんけど。で、小学校はね、一般開放プールがあって開放日に行ったりしててんけど、小学生しかあかん。だけども小学校建て替えてね、プールなくなったんね。だから小学校もプールがないねん。
だからスクールバスで市営のプールに授業では連れて行くねんけども、夏休みの開放がなくなったんで、中学校もプール夏休み開放してないねん。高校もプールあんねんけど、ここは開放そこして、まあ高校は高校生しかあかんからね、自分の人はあかんねんけども、高校も最近プールぐらいの知らんねんけどね。あっちゃんの頃はね、一応1年生は掃除しゃんなんかって掃除して、で入れるんや、誰も入らへんねん。で結局誰も入らんプールで、子供の頃よう夜中に忍び込んで泳いだけどね、夜中っていうか夜ね、学校閉まってから、見せたけど、今はどうなってるのか分からへん、ほんだこう行かへんからね、だけど、そんなこんなでね、この町ほんまプールがないねん。唯一プールあるの中学校にプールあるんだけど、開放してないから、面白い、学生のね楽しみがないのか知らんけど、ほんま今学生の楽しみって家来てゲームするぐらい、まあ、暑いし、熱中症がひどいから、まあ、熱中症警報みたいなのが出て、外で運動禁止とか運動しないでくださいとか決定だから、もうね、子供も家でゲームするかしかないんだよ。また今オンラインゲームできるから、遊びに来やんでもチャットつないで喋りながらゲームで、もうなんばっかやってる。たまに遊びに来て今日はまあ来るんだけど、面白いこれは、夏休みどっか連れてたかもとね、どっか行こうかやったら、ゲーセンよ、言うな。でも高校離れ離れになって、まあ、ここにアルバイトしとる子もおるし、好きな子もおるしで、まあ、でもうちの子の子供ね、上も高校になってるけど、高校生でもみんなね可愛いわ。今小学校、幼稚園小学校だけど変わらへんね、みんな、優しい子ばっかりでね。ちゃん高校の時バイクで走り回っとったけど、ほんまにこの子らバイクで乗んのかなみたいな。うちの子はバイク欲しいとるけどね、まあ、乗るようになったら大心配やけど、同じね、夏休みは、夏休みまだね、1年生夏休みは免許取られへんから、やねんけど、冬休みと似た心配っちゃ心配だけどね、かつて乗れへんでも心配やし、バイクぐらい乗れやんと。今日はね、みんな、なんか、日が合うみたいで、遊びに来るって言ったから、ちょっと乗っかり、出ていこうかな。悩んでんね。明日、明後日、金曜日ちょっとあちゃん出ていかないようにができて、減るからやねんけどね。しようかな、悩んでるけど、ね、何時に出ていこうかな、子供にご飯だけしといて、あっちゃん出て行って外で食べるか、中途半端に時間が、で、来たんですよ、終わりました。お腹自体はいっぱいにはならない、そんなにね、お腹自体その食べられへんことないとか、どっちかってお腹減ってる方やねんけども、なんか受け付けへんというか、食べたい気分にならへんかってんけど、これゼリーやったらね、スルスルっと入るんで、まあ、こういうお昼ご飯とか、こういうご飯もありかな、食べられへんとかね、何も食べられへんよりも、何かこう、胃に入れるっていうのは大事なんでね、今日はちょっとビタミンゼリーを食べてみました。これドンキでね、100円ぐらいだと思うね。こういうのこう言ったら、もう夏バテの時、どうしてもね、何も食べられへんから、11種類のビタミン補給できる、まあ、こんなんだけではあかんねんけどね、102キロカロリーのマルチビタミン、エネルギー102キロカロリー、脂質タンパク質ゼロ、
炭水化物 25g、食塩 0.13g、ビタミン A、B1、B2、B10、B6、B12、ナイアシン、ビタミン C、ビタミン D、E、葉酸、パントテン酸、ビタミン K、ビオチンが入ってんねん。ビオチン、ビタミン K、0mg で入ってへんねん。入ってんだかかんないのに。まあ、そんないろいろなものが入ってる。マルチビタミン、11種類のビタミンが補給できる。11種類。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 0mg って書いてあるのも含まれてんのかな。でもええねんけど、マルチビタミン A 飲んでみました。まあこれでね、ちょっとエネルギー補給して、ちょっと昼からね、何をしようかな。まあ子供と友達が一緒に遊んどってもいいねんけども、一緒にまあゲームしながらね、わちゃ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 言うとってもええねんけども、じゃあ別にまっちゃんもその友達とかもね、ちっちゃい頃からしとかも自分とこの子供みたいにこう喋る子ばっかりなんでね、一緒におっても別に、楽しく過ごせんねんけどもね、まあほっといてどっか行って子供だけで遊ばしとくっていうのもまた遊びやすいやろうしと思うしね、まあちょっと考えて何かしたいと思いますということで、今日も昼からのセッション、何か動画を撮りたいなと思って、まあ友達撮ったら一応ね、動画してるの知ってるけども、裏方を見せんのもあれなんでね、とか外で何か撮ってくるか、でもね、外見たらね、もう日差しがギラーして暑そうやからね、出ていくのもめんどくさい、っていうのもあってね、まあちょっと考えます。まあ、お買い物もね、まだもうちょっと食材もあるから、わざわざ出て行って無駄遣いするのもどうかと思うし、またねちょっと考えます。はい、いうことで、今日のあっちゃんの、お昼ご飯は、マルチビタミン、どこ製か知らんけど、マルチビタミン11種類のビタミン補給を飲みました。こういうお昼ご飯もありじゃないんでしょうかっていうことです。まね、ほんま食べられへんときはゼリーとかでもね、なんかこう胃に入れるっていうのはすごい大事なんで、ぜひ何か口から入れてください。はい、ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯マルチビタミンでした。ではまたね。こういうお昼ご飯もありやなと思ってくれたら高評価を、でまたね、応援コメントとかね、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。で、8月ライブ強化月間なんで、またライブ、どの時間帯でやるかわからへんけど、ライブを増やしていきます。で、動画自体はちょっと減るかもわからない。夏休みはどうしてもね、子供がおったりしたら、なかなか動画が撮れへんかったりとかするしね。だからね、子供の勉強を見る時間とかで、あっちゃん動画こうやって撮ってたら、子供ね、勉強したら気持ちいるしやるし。だから一日中動画撮るってのもできへんで、ね、ちょっと動画の分、ライブになるかもわからへんねんけどもね、まあ、その分でも夏休みが一番お金使っちゃうから、稼がなあかんから、動画にしな、ライブはそんなに稼がれへんからね。そういう裏話も入れながら、やっていきたいと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯マルチビタミン良かったよって思ってくれたら高評価を、で応援コメントとかね、チャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいです。ゲームチャンネルもチャンネルしてください。チャンネルしてください。チャンネル登録してください。ゲームチャンネルが1000人超えたらゲームチャンネル切り分けたいと思っているんでね。では、それまでもうしばらくメインチャンネルゲームやるんでよろしくお願いします。バイバイ。